宇宙暦0083 11月10日旧ソロモンコンペイ島において地球連邦軍の観艦式が行われようとする中、ジオン軍弾頭のモビルスーツがデラーズフリートへ合流するため次々とソロモン海域に出現していた。その不審な動きに備え奪われたガンダム試作2号機を捜索するアルビオン隊もまた同中域にて駆逐任務についていた。そこに現れたのはガンダム2号機が連邦軍の艦艦式を襲撃。放たれた核弾頭により連邦艦隊の半数以上が消滅しました。くそ、ガトめ、直ちにガンダム2号機を追撃してください。アクティブスキルを設定してください。この設定で出撃します。よろしいですか？沈め！
新しいカードをゲットしました。